スノーマン、驚きの紅白と未来英語を決別報道の裏側、K、K-POP とエージェント契約、ライが背景化。今年大晦日の NHK 紅白歌合戦には、旧ジャニーズ事務所、マイルアの所属タレントが1979年以来44年ぶりに、一組も出演しない。事務所の創業者ジャニー北画面87。 の課外問題を NHK サイドが重く見た結果だが今後の紅白とスノーマンの間の驚くべき11月28日発売の女性自身公文社に報じられていて記事ではスノーマンはファンと共に大晦日に自分たち主導のライブを同じ場所で毎年開いていきたいという思いから24年以降も基本的に紅白 に出場しない方針でメンバーが一致したられています。今年の大晦日に行われる聖配信ライブ、スノーマンスペシャルライブ、みんなと楽しむ大晦日。も、紅白に縛られずに、大晦日に自分たちができることをという思いから生まれたと言いますね。女性史ライタースノーマンの聖配信ライブは YouTube で行われるが、 韓国の人気グループ BTS は YouTube の同時接続数300万ギネス記録を誇る。前述の記事では、メグロが年末のライブで将来的にギネス記録を更新するつもり、とも報じられている。スノーマンのこれまでの最高同説記録は55万人。3月20日に配信されたスノーマン緊急性配信。20。 月20時から重大発表。して4大ドームツアー発表とサードアルバム発売の告知を行った際の数字です。BTS の300万兆はまだまだですが、スノーマンの現在の勢いを考えると、勢いを維持しつつ年末の YouTube ライブを毎年恒例の定期イベントにすれば、同節数はどんどん増えていくはず。紅白で BTS をライバルに見据えている。 ということですね、全道だがしかし、スノーマンが今年だけでなく、もう二度と紅白に出ない、事実だとすれば驚くべき話だが、AKB48 の論客として知られ、日本の芸能文化全般を研究する、ジャパン芸能カルチャー研究所の代表でもある芸能評論家の三ス武士は、あり得ない話ではないですね。 と話してる。今年は見送りになりましたが、旧ジャニーズ事務所は、紅白と同じ大晦日に、東京ドームで事務所総出の年越しイベント、ジャニーズカウントダウンライブ、通称、カウコンを行っています。旧ジャニーズとしては、大晦日は、カウコンが最も重要なイベントだった。そのため、 これまではむしろ NHK が紅白に出てくださいとジャニーズにお願いしていたという背景があります。1994年から2008年まで紅白出場のジャニーズタレントは基本的にスマップと時代の2枠で固定状態だったが2009年以降はジャニーズ枠が急増。マイドグループは出場するようになり。 2021年には過去最多の白組の出場アーティストの3分の1となる7組が出演する予定だったスノーマンがメンバーのコロナ感染のため出場見送り。紅白サイドは将来の NHK 視聴者を確保するために、そしてジャニーズは紅白を通じてファン層を広げるためにですが頼まれて出ていた。 ジャニーズが協力する感じだった、持ちつ持たれつな関係だったわけです。ところが、今回の事情が事情とはいえ、NHK が一方的に旧ジャニーズを排除しましたよね。これには、さすがにスノーマンメンバーも思うところはあるのではないでしょうか。彼らは圧倒的なセールス結果も残していますしね。そして、単に出場させなかっただけではなく、 露骨な乗り換えも感じさせますからね。見すぎ武士。イカ道、今年の紅白は旧ジャニーズタレントが出演しない代わりに赤組白組とも K-POP アイドルが増えている。白組は13人組ボーイズグループであるセブンティーンと8人グループのストレイキッズの2組が初出場。ベニ組はトワイスの日本人メンバー3人のユニット。 ミサモカ初出場するほか、4年連続出場となる9人グループの日優、昨年に続く出場となる5人グループのエルイースセラフィムも参戦。5組に加えて、メンバーは全員日本人だが、K-POP 系列にカウントされることがある男性11人グループ上腕も加えると、k 6組が紅白に出場することになる。 紅白は若い世代に絶大な人気の K-POP グループを起用することで、若い視聴者を確保したい、そういう狙いがあると思われる。紅白に K-POP のタレントが数組出るとか言われてるけど、随分と手際のいい話だな。ジャニーズ切って、今度は K-POP に依存するようになっただけ。紅白だけでなく、他の音楽番組、朝の情報番組も韓国ばかりだね。 ジャニーズ枠が韓国に変わっただけ。といった声も多く寄せられている。で露骨に NHK が K-POP アイドルに乗り換えているような状況は、スノーマンに限らず、旧ジャニーズタレントはどうなのと感じても不思議ではありません。こういった NHK サイドへの感情が、まず一つ。もう一つのスノーマンが今後、紅白に出場しないのかも。 という理由となるのは新事務所の方針ですね。旧ジャニーズ事務所は仕事の受注営業から出演料交渉、マネージャーによるスケジュール管理や身の回りの世話までを一括して企業が代行するマネジメント契約の会社だった。しかし、旧ジャニーズ事務所が設立を発表している新会社はエージェント契約の会社。 営業やギャラ交渉などは代行するが、基本的に大半のマネジメント業務、プロデュースなどは個々の裁量で行う。つまり、会社サイドではなく、個人やグループの意思が優先されて仕事が決まっていく会社になるわです。そのためグループ活動の自由度は格段に上がるわけで、スノーマンがもう、紅白には出ないと主張すれば、 それが優先されるんですよね。だから、スノーマンの9人が今後、紅白に出ないと考えているのだとすればれ現実のものになる可能性が高いということですね。来年以降、スノーマンは本当に紅白から消えてしまうかもしれませんね。今後は、世界的に人気の K-POP グループ声も視野に入ってくるスノーマン。彼らのファンは大晦日の夜、 YouTube で生配信ライブを見る。2024年以降も、それが当たり前の光景になるのかも。